はい、おはようございます。キャプテン浩二です。ただいまの時刻は2019年、10月の7日月曜日朝の11時46分になります。そしてね、昨日塗り終わった壁ですけどもこんな感じになっております。板煙の方綺麗にね、塗れました。あとちょっとところどころね、色がね白くなっているところをね補修したいと思います。それはもう全部ね、一回塗り終わってね、全部塗り終わってからしようと思います。本日の天気は、曇りですね。この後12時からもずっと曇り空になりますので雨はね降らなさそうでございます。はい、そんな感じです。ちょっとうちの田んぼのね、隣の田んぼの様子をちょっと見てみましょうかね。稲刈りが終わりましたので、全てね、もうほぼ稲刈りが終わっております。こんな感じで、ね、それで今日はねもう気温がね22度とね、ちょっと涼しく、寒くはないですけどね、寒くはないんですけども、ちょっと蒸し暑いような感じですけども、こんな涼しくなりました。こんな感じでね、さっぱりとね、ここでね、なんか遊べるんですよね。ちょっと切り株があるんで、ラジコンか、できたら面白いなと思うんですけども、バギーのね、バギーを走らせてみましょうかね。はい、まっすぐ見えてます山が福知山となります。標高699m、 この辺で一番高い山ですね。はい、そして2週間ぐらい前に、稲刈りが終わった田んぼです。このようにね、またね、稲がね、生えてきております。まあ、伸びきって、実がつくということはないですけどね、もう冬に入りますのでね、冬に向かっておりますので、日照時間も少なくなっておりますので、どんどん伸びていくということはないですけども、このまま、なんかね、ネギを切ったね、来た後のような感じになっております。さあ、それでは、そしてアジサイの花ですね。アジサイの葉っぱがねまだね残っております。アジサイを買った後はこの上にね、枯れるまでね、この上にもう枯れて小さくなってるんで、もう捨てていってもいいんですけどもね。そして買った後は来年の芽だけね残してね切ったんですけども、また葉っぱがね生えておりますね。来年にはまた花が生えてきます。はい、以上でございます。余談は以上でございまして、今からまたね作業をやっていきます。よろしくお願いします。はい、それではね、また三脚にセットしてね、やっていこうと思いますので、よろしくお願いします。もうあとちょっとですね。はい、見ておいてくださいね。この辺でいいかな。もうちょっとどこからしようかな。上の方か下の方でも来るようにしないとね。はい、この辺で見といてくださいね。始めます。
ですね、下塗り、昨日言ってた下塗りですけれども、今からやりますので見とってくださいね。ちょっとつけてですね、こんな感じで20センチ上ぐらいね、この辺をこう塗ります。そしたら垂れてきますので、こんな感じですね、20センチぐらい上塗って垂れてきたらこんな感じで塗っていきます。簡単ですけどね。簡単に塗れますんでね。こっちから見た方がいいか。はい、だいたいこっちは塗れましたね。ちょっとここついてますけどね、後でね、シンナーでね、薄め液で取りますので、ちょっと汚い塗ってね、みすぼらしいところはね、シンナーで薄め液で
拭いて、取りますので、まあこのままにしておきます。よいしょ。もうちょっと。ちょっと雑ですけどもね。はい。まあ大丈夫でしょう。あっと。うん、じゃあ離れるかな。はい、ここちょっと丁寧に塗っていきますね。はい、
はい、どうでしょうかね。あ、綺麗に濡れてますね。よし、ちょっと疲れましたけれども、まあまあいいのではないでしょうか。毎日ね、少しずつ進んでいっております。はい、終わりです。まだあとね、塗りましたけれども、あと、そして、薄め液をね、シンナーをちょっと、こういった瓶にね、入れてね、お酒の瓶ですけども、お酒のワンカップ、ちょっと熱いな。ちょっと服脱ぎますね。ちょっと熱いな。集中力がね、もう20分もしたらもう集中力が途切れてね、あんまり長い時間やってるとすごく疲れますんでね、1日30分以内でね、乗った後は、ここ配管が多いのでね、こんな感じでね、ボックスに、ブレーカーのボックスにね、今塗装がねついてるんで、これをちょっとみすぼらしいので、ちょっとこれを取ります、ティッシュペーパーで湿らしてね、ティッシュペーパーで湿らして、これをこうやって拭くだけで、簡単に、今ならね簡単に取れますんでね、
こうやって取ります。ティッシュペーパーこんな感じでね、湿らしたらもう簡単に塗装が取れますので、今ならね、取っていきます。まあある程度ついとってもいいけどね。配管がね、この辺こういうので、後から取ったらちょっと固まるんで、塗装が固まった時に取る時は取るのはちょっと取りにくくなるんで、今ならねすぐ取れますので、汚れも汚れてるんでかなりね、まあいいでしょう。はい、疲れたな。1時間もねやってるとね、どっと疲れがね、後からね疲れがね来ますのでね。よし、はい、終わりましょうかね。はい、終わりましょう。ちょっと後で、まあ後でこういうところもねちょっと塗装がねついてるんですけども、まあいいでしょう。はい、今日はねこんな感じで、まあ綺麗に塗れてますので、あと白いところとことんどこありますんで、小さいハケでね、こういうところ白くなってますんで、小さいハケでまた後からね、黒くなるように塗っていきます。そして明日はもうここだけね、ここ塗って、終わりですね。だいたいこの辺も白くなってないな。これはプレスドライバーで取るかな。配管がねいっぱいあるんでね、ちょっと塗り、こういうところ白くなってますんでね、これをちょっと塗っていこうと思います。ちょっと上の方あれやな、黒くないんでね。この辺もちょっと塗りましょうかね。また先日塗ったんだけどもね。はい、そういう感じで、今日はこれで終わります。お疲れ様でした。それではご視聴ありがとうございました。よろしければね、チャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。何かね質問ありましたらね、僕に質問ありましたらコメントで、コメントください。はい、そんな感じです。またね明日もね動画撮りますのでよろしくお願いします。そしてトイレのファンですけどもね、これもずっと回しっぱなしにしてるんですけども、去年の暮れぐらいに買ったのかな、今年の初めぐらいに買ったのかな、今回っておりますけどね、これ回してないとね、中の便所虫がねこの中に溜まってしまうんですよね。そんなこんなで、まあいろいろやっていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。この辺で失礼します。